もうちょっともうやばいやばいよねやばいよねはあもう本当に嬉しいですということで皆さんこんばんは中坂美ゆですでもテンションはやあー待ってタワーがえー、え映画廊さんありがとうございますいなりんサンタさんタワーがたったわタワー,タワーありがとうございます そう来年の観戦にはちょっと着ていかないかもしれないんですけどちょっとさすがにこれを着たらもうね超見晴れですけどでもねそこのエンブレムがもう来年ないからそう来週発表ですね新しいエンブレムももうもうやばいよね超楽しかったもう超楽しかった <laughs> そう、うん、そう大事にします ちょっとねこうハンガーでかけてこう並べてみたりしたいですよね <laughs> 一日ずっと幸せそうだったなということであ今日も楽しかったですこれから帰りますということでえこっちにいた絶対あっちにいたよねあっち北海道にいますか今 <laughs> 北海道じゃないか北海道か分かんないけどそううん。 楽しくて最高でししたたは <laughs> 狙いすぎたってことにしときましょうもう私は PK 外しましたけどユンカー選手は決めたのでまあ何の問題もないということで <laughs> まあね強いて言うなら今日は勝ちたかったなというあのー、気持ちはありますけれどもあのー、まあ最後にすごい惜しい場面たくさんありましてまあ 結果ね、あの PK を獲得して、PK 決めて、同点に追いついて、引き分けで終わったから、まだ良かったですけど、本当に楽しかったです。もうね、何が楽しかったかとも最初の PK 対決からめっちゃね、楽しかったんだけども、PK 対決も、もう <laughs>、PK 対決もめっちゃ楽しかったし、PK 対決終わって、終わってすぐに、 スタグルを買いに行ったんですけど私たちそうスタグル買いに行ってで飛騨牛コロッケとグランパスクのカステラとあとはえっと諭吉の唐揚げ食べてうまーってなりました <laughs> そう引き分けでした今日はでもスコアレスドローとかじゃなくて普通に1対1のドローだったのでいやカシオレイソルはやっぱ うん、フォワードがいいですね個人的にはあのホスト山尾選手をあの生で見ることができたのがすごく嬉しかったです <laughs> そうクレープも食べてやばいクレープ食べておあの肉丼みたいなローストビーフ丼みたいに食べてモートも食べたやばいよねちょっと今日食べ過ぎてる <laughs> でも楽しかったからオッケーそうホーム負けなしなんですよ しょうがないですか <laughs> なんとグランパス今シーズン J リーグホーム戦負けなしなので素晴らしいですでもあのあれですめっちゃ食ってるように見えるけどあの全部4人で分けたので、うん、そんな,なんか一つ一つの量はそんな食べてないそうそで今日はまあガチャガチャ引けなかったしグッズも買ってないんですけど楽しかったですねも 最高でしたトークショーもこう久しぶりに木ろさんとお会いできたりとかあとは金華山ロープウェイの,あのじゃんけん大会クイズ大会とじゃんけん大会で参加できたりとかもうめっちゃね楽しかったです。はい、とっても幸せな一日でしたまあ試合始まってそうなんか久しぶりな席で見てたんですけど。 そんななこともないいやそんなこともあるなそうです久しぶりの席で見てたんですけどいやーいいですねそう仕事の都合がつかなくてありますよねそう,そう天気がまあ結構雨降ったりやんだり晴れなんか晴れてるのに雨降ってたりみたいな感じだったので。 そそそううんな感じそう今日はちょっとねキックオフがねちょっと押してましたけどまあ、でも結果的にねあの試合始まった瞬間くらいにも雨やみましたから、うん、こう観客としては選手としてはやりやすかったって感じはするんじゃないでしょうか今日は誰を中心に見てたんですかということ誰を中心に難しいんですね <laughs> まあでも あのー、あれですね、まあ、あのトークショーの時にもお名前挙げさせてもらった藤次郎選手だったり本野さんが言ってたユンカー選手だったりあと今日はねディフェンスラインがね、あのー、いつもね中谷選手がセンターバックやられてるんですけど今日はあのリ,リザーブメンバーだったのであの藤井選手がセンターバックでいつもと違う形だったりとか。 そういういところあと稲垣翔選手がね累積イエローカードの累積で今日出られなかったので、あのー、そこに内田選手が入っててみたいなそういうちょっといつもと違うところを楽しみながら <laughs> 全体的に見てました楽しかったですもう本当にもうなんかね超う,うるさかったんですよ <laughs> あのー、結構結構あれなんですけど <laughs> どれなんですかって感じですねあの アメロさんとルカさんに挟まれて見てたんですね今日は <laughs> 絶対うるさかったと思う <laughs> 絶対にうるさかったと思うそう高校生途中から出てた <laughs> 高校生呼びやめて「なんかちゃんおやすみ」だってありがとうおやすみ あのそのまま入ったみたいな,なんか穂さんから登ってって歩夢さんがついてって中坂がついてってるかさんがついてったみたいな感じでもうそのまんまのあれ入ったんだけどもう私がめっちゃうるさかったと思うなんかもうやばかったですもう後半特とにちょっとテンション上がりすぎてもう超うるさかった「<laughs> いけ!」とかずっと言っててなんかちょっと今家帰って冷静になってあの反省してる <laughs> やばいよね ちょっと恥ずかしいです <laughs> <そう> <laughs> そうでも楽しかったからよくない <laughs> 楽しかったからよくないって感じもう超楽しかったです本当にあの負け…負けじゃないあの引き分けてしまったのだけがちょっと悔しいところではありますけど あのすごいわがままを言ってですね最後のセレモニーまで見せていただいて今日,今日ええー、ちょっと待ってネギトロさんが「イナリンクリスマスタワーパート2ありがとうございます」であの「お願いします」って言ってセレモニーもわがままを言って見せてもらって、うん、見てましたうん来年は タイトル取りたいですね。ぜひぜひ。本当に、あの。まあ、今日の、あの、ブログでも、多分書くんですけど。ええー、待って、ちょっと、みんな、今日、どうしたの、ちょっと待って、待って、一回落ち着こう、一回落ち着こう。うん、一回落ち着こう、しろるる,るるさん。クリスマスツリータワーがたったわ、たわ、ありがとうございます。はい。本当に、ありがとうございます。でも、今日はう。名前入り、おめでとう、ありがとう。 最後巻き返してよかったはいとってもとっても素晴らしかったです現地観戦は幸せよねということではいもうやっぱ来年は行ける試合全部行こうと思います <laughs> 行ける試合全部行こうと思いますもうどこまでも行こうって感じで <laughs> はい やっぱちゃんとはね今日もすごかったですよねうんうおーってなりました今日行きましたすごく楽しかったということでありがとうございますへーイ。そう J2 も行きたいどこがおすすめどこのどこがおすすめそうでも横浜 FC がねちょっとあ来年 J2 での戦いが決まってしまってそこだけはすごく寂しいんですけどあの結構あの、ね、そうすごい寂しいしまあ悔しいと思うんですけど横浜 FC のファンの皆さんはねあの噂っていうか、まあ、これ事実なんですけど来年はなんと J1 から3チーム降格するらしくておこれはもう油断できないわと思ってはいまああのーまあ、グランパスは来年も多分タイトルを目指して J、D、リーグ優勝を目指して。 上位を突っ走っ走ていいくと思いますけれども逆にもうんか今いるじゃあ来年20チームあるんですけど20チームのうち3チームが降格してしまったらちょっとなんかねこう他の J リーグのチームにも割と情は湧いてきてるのでなんか寂しいいなと思いますねはいあのグランパスはですね最終順位6位ということで最後の最後にですね鹿島アントラーズに抜かれてしまいましたけれども。 得失点差でね、本当にちょっとだったん得失点差でちょっとで、あのー、6位に落ちてしまったんですけどだから勝ち点はアビスパと、えっと、名古屋と鹿島が一緒で鹿島が一番多くてアビスパだけにマイナスだったんですけどアビスパもね、なんかめっちゃ後半調子良かったですからもしかしたら逃れてたかもしれないということで、ドキドキです。 格ってことは下から上がるチ J2 もだから来年3チーム上がってくるので、J えっと、2位までが自然昇格自動昇格で3位がプレーオフ3位三チーム目はプレーオフでみたいな感じですかね。まあそうですね。あのまあ来年どうなるかわからないですけど来年も。 長谷、あのー、川健太監督のもとオリンバス行くのでちょっとまあこれからね多分シーズンが終わっていろいろあると思うので心して生きていきたいと思いますビィッセル今日も勝ちましたでも個人的にはガンバですよね今日1点で抑えてるのすごって思いましたいつも3チームぐらい入れ替わってなかったっけなんか今 次の年から今回からじゃあ次の年からね J1 リーグ二20チームになってなんかまたちょっと変わったんじゃないですかね <laughs> そうそう中坂もあのこう家に帰るまでの道中でいっぱいグランパスサポーターを見ましてそうなんかあ こう身近にこうグラウンパスサポーターいたんだっていうのをう感じました <laughs> 推しチームは4位と10位でした10位が分かんない4位は浦和レッズですねだからもう本当に本当に楽しかった <laughs> でこの で、あのセレモニー終わっ、セレモニー始まるまでめっちゃ本能さんと今日の感想とか言い合ってたんですけど <laughs>、いや楽しかったですね。やっぱね誰かと見るサッカーが一番楽しいわよ。なんかあのこれはあの昨日はちょっとあえて言わなかったので、まあ、今初めて言うんですけど、あの実はあの2日連続ながら川だったんですよ。まあ、最終戦だし。 行こうと思って時間もありますから昨日岐阜の試合も見に行ってたんですけどあのー、そう昨日は一人ぼっちで見てたわけですよねだから一人ぼっちで観戦した次の日に4人で観戦してるのでもう全然違いました、うん、やっぱ4人の方楽しいもん <laughs> だから来年はお友達を作るかほののさんと積極的に行くか。 <laughs> していきたいなと思います泊まりいや全然日帰りです一人では叫ばないの叫ばないことはないけどなんか「おーおーおーお」みたいな <laughs> そうやってましたそううんさに連れてってもらおう へどこら辺で見てた昨日はバックスタンドで見てましたえサックーとも行きたいわざわざ一緒に行きたいじゃあみんなで行こう人でちょっとえぎぬ気味になるよ、うん、だしなんかまああの岐阜って自由席だからなんかもう本当周りに人がいなくて本当に寂しかった待ってネギトロさん落ち着いてください2本目だよタワー いなりんタワーパート2ありがとうございますありがたはございますイエーイグラサポで中坂推しなんですよずっとということで本当にありがとうなんかもうそれで言ったら本当に今年私はもう今年の2月の開幕戦で初めてグランパスを見てこれガチグ初めてグランパスね初めてトヨスタに行ってあのサッカーを見るためにねで初めてそのグランパスの試合を見て サッカーおもろいかもって思ってでもそっから、まあ、その次に行った試合は FC 岐阜の開幕戦だったんですけど、まあ、FC 岐阜の開幕戦も見て雨に打たれて結構散々な思い出だったけどいや楽しかったなって思ったし、まあ、そっからめちゃくちゃ時期は空いて次はお仕事でグランパースじゃなくて長良川に FC 岐阜の試合に行かせていただいてやっぱいいなーみたいな。 でもその時はまだ全然もうグランパスの情報も f c g f の情報も全然知らなくてもう本当に無知の状態で見に行ってたんですけどでその後なんとにん2か月も空いてないわその次の月か,か4月全くサッカー見に行ってないんですよ4月見に行ってないんですけどそう <laughs> 6月に天皇杯初めて見に行って天皇杯でなんかやっと選手を認知し始めましたで あこの選手がいるんだこの選手がいるんだってなって天皇杯もすごいねビバティ・ミエットだったんですけどね JFL っていうリーグリーグっていうか JFL のチームなんですけどすごい名古屋グランパスと3対2ですごい競ってていやこれもまた面白い <laughs> 試合だなと思いながら見てその次が代表戦でしたね。中坂のサッカー歴をあの <laughs> 振り返って 代表戦も代表戦はねもともと代表からサッカーに入った人なので代表戦は超テンション高かったしトヨスタ天空席とはいえ見れたのがやばかったので超楽しかったなって思ってますで本次がすごいですねアウェイアジスタアジノモトスタジアム FC 東京戦行ってその頃には もうななんとなく選手は覚えてましたね、はいもうなんとなく選手は全員分かりました <laughs> で次が天皇杯3回戦浦和レッズ戦ですね8月に7月もサッカー行ってないわ8月に見に行ってその時もその時はその時も普通に。 結構ね、惜しいというか、もう本当になんて言うんですか、もう結構接戦だったんですよ。まあ、当たり前ですけど、ウラレッツも J1 で活躍してるチームですから、もう、バチバチと、あの、接戦だったんですけど、なんとか勝ってそ、その頃も、その頃は、グッズとかもう、ユニフォームも着てましたもんね。アジスタで買ったので、アジスタで買ったユニを着て、リストバンドをつけて、会いに行ってましたね。で、この次の試合が、8月の、 シャチの大祭典名古屋バージョン <laughs> 本当は国立でね1試合目やってたのでトヨスタバージョン行ってそれも仕事終わりに <laughs> 駆け込んでそれが、えー、私が見たホーム戦私が見たホーム戦私が見たホーム戦最後の勝ちでした勝ち試合でした <laughs> はい私が現地で見た勝ち試合は これが最後です。<laughs> グランパスの <laughs> そうなんですけど貸しません貸しませんで私は鹿島アントラーズの鈴木優馬選手がちょっと気になっちゃったみたいな感じ結構気に,か気になってますよ今も <laughs> でその試合が終わって次が9月2日横浜 FC 戦横浜 FC 戦も引き分けでしたね引き分けでした。 確かこれも9月の頭ですねでコンサートが、えー、コンサート前最後の試合だと思ってこの試合に行かなかったら私はもうしばらくサッカーに行けないと思っていたらなんと9月23日ガールズフェスタに、まああのー、愛知県のお仕事ではありましたが呼んでいただきましてですね初めてグランパスとのお仕事がかなった日でしたねはいこの時にはもう完全にハマってましたね でしたでこの試合終わってコンサートが終わって次はルヴァンだ意気込みましてルヴァンカップ負けちゃってアビスパ強かった <laughs> 本当に悔しくてこれが最後の「トヨスタ」でしたね次にまあ今日お話ししたんですけどトス戦10月末にあったトス戦に長良川でやってたやつに行きましてトス戦の日は なんか4時間前とかにいたんですよ <laughs> 4時間前とかにいたんですけどなんか雨がすごくて一人ぼっちで心細くて雷も鳴ってて怖いしなんか怖かった <laughs> で。で4時間前にいて本野さんに会って「えなんでそんな早く来てるの?」みたいなねもう自由席取る人みたいなレベルで早かったんですけど。 その日はもうガチャガチャで散在しまくった一日でした。で、それが終わって、11月、11月は、試合がマーじでなかったんですよ。あの、ルバン進んでたらあったんですけど、試合が、ルバン進めなかったので、ね、試合がなくて全然。で、12日の、あれですね、湘南ベルマーレ、行きました。 これはあの本当これはめっちゃ行くか悩んでたんです本当は神戸に行く予定だったんですけど神戸はチケットが取れませんでした湘南も行くか悩んでいました私は気づきましたこの時に気づきました私は最終戦手をつなぎながら公演に出るから行けない <laughs> どうしようこれはもう行くしかないみたいなもう手綱で最終節行けないからここで行っとかないと私のもう今シーズンのグランパスは終わってしまうと思って。 もう行きました湘南までそしたらまさかのお仕事であのー、最終節参加させていただけることになってなんかやばかったねあの時の興奮はもう誰にも伝えられないというかもう誰にも伝わらないレベルだと思いますでまあ結局シーズン通して本当に今年ハマった人なんですけど <laughs> にわかだしまああの全然詳しくもなければ <laughs> 本当にただ純粋にサッカーが好きだけなんですけどなんかいい趣味に出会いました本当にもちろん FC 岐阜もグランパスも応援してますし近くに素敵なチームが2つもあってサッカーを毎週見に行ける私は幸せ者だなと思いました。 あの2年二年じゃない <laughs> えー、12月今日明日からか明日から2月の開幕まであのオフシーズンなので <laughs> いっぱい貯金したいと思います <laughs> はい貯金したいと思いますそう4回もそうサッカーにたずお,つお仕事で携わらせていただけて本当に すごいことだなと改めて思ってます不思議不二回グランパス二回ということで来年はもっとああのまあ、サッカーもを始め好きなことがお仕事に繋がるように頑張りたいと思いますトナカイサンタサンタワーも来たマジトナカイサンタサンタワートナカイサンタサンタワートナカイサンタサンタワーありがとうございますどなただろう 現地では何試合行ったのプライベートだと開幕戦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 天皇杯天皇杯アジスタ <laughs> シャチの大祭典シャチの大祭典ルヴァンでルヴァンの次が湘南 <laughs> かな9回ですかね。<laughs> あでも岐阜入れたら11回ですそんな多くない <laughs> 開幕戦何回あるあれグランパスの開幕戦岐阜の開幕戦、えー、グランパスの天皇杯ああのグランパスのアジスタグランパスの天皇杯グランパスシャチの大祭典シャチの大祭典この間に岐阜も1回行ってますね岐阜で。 次にルヴァン,ンの次は <laughs> 湘南で昨日の岐阜と違う違う違う湘南あれ岐阜10回ん <laughs> 何回う分かんない分かんないねそう赤ちゃんに出会えて自分もサッカーにはまりましたよということでありがとうございます湯にもらえたから来年は買わないのかな買います だって来年はここのエンブレムが変わるので新しくなるので買いますい私はもうユニフォームは多分毎年買ってしまうと思うのでもう宣言しとくわ多分毎年買いますえー、待ってまたタワーがああ誰る持ってるわしょういさんありがとうございますいなりんサンタさんタワーがたったわタワー,タワーありがとうございますね社長も中さんとも。 お仕事したいですね交通費に学割がでも交通費は今も学割はないですほぼほぼないです <laughs> はいタワーやばいねそれな <laughs> 推し選手なんかでも推しもなんかめっちゃ増えたなんか気付いたら推しいっぱいになってないよ <laughs>、うんちょっと 押し増えすぎて困っちゃいいですえ、誕生日の方がいるのサッカーのお仕事楽しかったってでてねアウェイの方の熱量もすごいよねサポーターの熱量に頭が下がりますってえすごいよね今日は誕生日でしたおめでとうハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイリア <laughs> さーんハッピーバースデイトゥーユーお誕生日おめでとうございます お誕生日おめでとうございまます今日日も見えしたよ誕生日おめでとう、まあ、この方はですねあの多くの方とは違って <laughs> 多くの方とは違ってすごい中坂にもう中坂しか見えてないんじゃないかなみたいな本当に中坂しか見えてないんじゃないかなっていうくらい。 中中坂にに夢中になっててくれてもう私以外に推しいますか <laughs> もう最高の中坂推しだと思いますのでこれからも中坂美羽ちゃんのことを愛して大好きで最高でハッピーな人生を送れるように中坂美羽ちゃん本当に楽しいですよ <laughs> 最高に。 幸せな人生を送れるようにこれからも中坂美恵ちゃんのことをずっとずっとずっと一生一生一生押してくださーいお誕生日おめでとう <laughs> 今後もよろしくお願いしますということでまあそうですねオプションはこの方すごい長い方だと思う中坂を教えられてからね何にしようかなでもね何でも多分本当に優しくやってくれるタイプのもう優しい方もう超優しい方 何にしようかな中坂美羽ちゃんへの愛を叫んでほしいな <laughs> 中坂健って特急ですもんねあ <laughs> そっか特急持ってるのか DD でごめんなさいな <laughs> DD が悪いなんて一言も言ってないですよ え何にしよう叫びますということじゃあちょっとあ叫ぶのはちょっとあれかもしれないからじゃ次のトーク会で中坂みゆちゃんへの,あの愛の愛の重いメッセージを是非話してくださいおめでとう重めね重めがいいな重いのがいいな愛を深く語ってほしい楽しみにしてます ね、いつになるか分かんないけど楽しみにしてるよ。重いのを考えていきますということでプレッシャーを与えてしまいましたけど、まあ、それが中坂ですからね。ということで、はい、お誕生日おめでとう改めてじゃあオナさんと同じ誕生日なんですね中坂さんって重い系女子いやも重いと思う。 わかんないけど嫉妬しちゃうよみでも <laughs> そうですねはあ、楽しかったね今日今日何が楽しかったかなでも最近あのチアグラにもおしができたんですよ <laughs> そうだからチアグラ にもできた推しにも会えて嬉しかった束縛したい束縛はしたくないけどなんか重い愛が欲しい <laughs> お重い愛が欲しいかも <laughs> でも面倒くさいのは嫌です <laughs> なんかいっぱい好きって。 言ってね岐阜の方のチェアの方はちょっとまだ詳しくないんですけど <laughs> あいっぱい嬉しいよありがとう私は DD です め,めんどくさい <laughs> あの別にあの他に好き好き言うのも全然嬉しいんですけど、あのー、私にも好きって言ってほしいただそれだけです、はい、<laughs> 今日は今日は本当にでも今日はあの雨がやっぱ降ってたんですよねやっぱ岐阜に行くと雨が降ります昨日は降らなかったんだけど。 好きですか、ね、ありがとうえ嬉しい大好きそし直接言っても信じてもらえないんですが <laughs> もっと真面目に伝えてください <laughs> <laughs> で「中ちゃんに好き好き言ってるのを他のメンバーにバレてそっちから睨まれると」ということで睨まれちゃいー。 そう、推しは中坂さんだけです。ということで大好きとは。20秒時間考えてるってことじゃないですか？好き大好き！愛してる。どれがいいですか？大好き！ひらがな大好きがいいです。<laughs> 細かいな細かいな。長坂そんなめんどくさい女なんですね。耳は面倒くさくないですよ。いや dd で dd 寛容で好きって言ってもらえたら喜ぶ単純な女。 でーす今日ねこのロスジャロロスジャロなんですよごめんなさいちょっともうと形が綺麗じゃないロスジャロな5 0 0ンパースですかわいいでしょちゃんとユネさん気づいてくれて嬉しかったソシみたい確かに そう、グランパスカラーなんですよ。ロッソと、なんちゃら、赤と銀、そう、ロッソジャロで。赤きって言いますよ。よロッソジャロな、ゴヤグランパスタ。そう。おしゃれでしょこれを買うために、八店舗もありました。 なかちゃんとはあと半年早く出会いたかったということ大丈夫半年マシマシでこれからもマシマシで好きでいてくれればスパイクをスパイクはさすがにもう持ってないですよ入らないんですね足があの持ってたとしてサッカー用の靴もないのでもうあのあのでもあれは今日履いてた靴はあのだからリフティングの練習する時もあの靴履いてるから <laughs> あの足先がすごいもうは履けば履けばしてきちゃってて ちょっと恥ずかしいそうゆずぽさんですそうなんか喪失感喪失感今日はやりきったというか,なんかもう最高だったみたいなもうテンション爆上げみたいな感じですけどあのあの明日からともうすごい喪失感がすごそう <laughs> あれスニーカーじゃないのスニーカーの基準がわかんないんですけど アディダスの靴ですそのユニでレッスンやといことでほ、ね、ののさんでもこれ着てこの前リハやってた <laughs> 最高のイベント日になってよかったねということでありがとうございます来週公演だよということで公演楽しみ10日10日は新エンブレム発表もあるのでグランパス 見ながらっていうか t w i t t e x で追いながらあのー「鉄名も頑張る」<laughs> 天皇杯決勝戦もねちょっと頑張ってくださいまた柏とそれフロンターレですね10日行くんですか10日は鉄名に出ますえ高校サッカーも見たいんですよね応援してます名古屋高校 その前に7日に自分のチームの公演あるよということで、えそう。7日も公演だよね。なんか12月結構いっぱい公演出れそうで嬉しい。ドローでしたね。東京ドでした。元旦じゃなくなったのね。天皇杯ですよね。あ違う高校サッカーかな？わかんないけど、そう。今は違うみたいですよ。で、元旦にはあのあれもありますから、代表戦もありますから見ましょう。nhk です。 どうかるるはずいの楽しみということで私も楽しみですそろそろ学期末テストじゃないんですかなということでね、まあ、それには触れないでおきましょう <laughs> 最後にグランパス追いつけてよかったねということで本当にやばかっためっちゃ喜んだ立ち上がってでもさこれはあるあるだよ立ち上がるよね天気まったらさ どうか当たってるみんなちょっと待ってる久しぶりの手伝いだから盛り上げてよみんな青白オレンジいっぱいだと信じて楽しみにしてます<う>てか今日ねカラコン <laughs> めっちゃブスだった今の子今日カラコンしてるんですけど全然分かんなくないですかマジで分かんないよね いえそうみゆき今日ね今日見させてもらった席のもうほぼ同じ列の2列目を買ってたの。<laughs> で本のさんに「え今日あそこで見る予定だったんですよ」って言ったら「いややば」みたいなでも私そうなんか久しぶりに結構ちょっと後ろめから見させてもらってて。 後ろの席もやっぱ全体が見えるからいいなってなりましたやっぱいろんな席で見るのが楽しいと思うサッカーは来年もバックスタンドとメインスタンドをぐる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 したいと思います <laughs> そう <laughs> 踊るのが忙しい踊っていきましょう 今日はメインスタンドのえっ、ー、と北側寄りのロイヤルシートで見てましたで、もともとロイヤル買ってたからまあ、ほぼ一緒ですで楽しみ方も全然違うと思うからマフラーは実はナノさんのをお借りしまして マフラー買ってないです本当は買いたかったんですけどちょっと私は別のものにお金をかけてしまったので <laughs> でもねゴール裏が楽しいのは知ってるからゴール裏行きたいんだけどでもゴール裏はアウェイの時しか行かないっても決めたので多分アウェイの時しかいないと思います <laughs>。 アルすごいですねいやでも最終戦だから反発しましたよ <laughs> 反発しました今日はガチャガチャは回,回してないんです回してないっていう言い方がよくないですガチャガチャは引いてないです <laughs> クラファンの返礼品届いた それよ X でよく見ます届いた届いたみたみな初めてのゴール裏すごく熱くて楽しかったよいいですね今年の国立新潟戦メインで見ましたいつものゴール裏見るの自分には新鮮でしたということで国立来年は絶対国立行きたいですゴール裏あれ試合見れてる見えないですよほぼなんか分かんない私はゴール裏まだ湘南しか行ったことないんですけど湘南ってまあまあ近いのピッチからあの客席がだから見れたけどギリもう あでも豊洲はもう傾斜がすごいからちょっと場所にもよるんですけどあの長良川は見れなさそうどうなんだろうえ見えた <laughs> リセール席はどんな方が座ってましたということでわかんないですで正確にどこっていうのを覚え知らないからこの辺だろうなみたいなのだったからどう 普通にラッキーって思った方がゲットしたんだと思いますアウェイのゴール裏ってガチのサポって聞いたんですがううガチのサポじゃないんじゃないんです、ね、まだまだにわかですこれからあのガチサポの皆さんにご指導いただきたいですねサッカー初心者にはどこがいいんだろうサッカー初心者は S 指定席がおすすめです 私は初めてかあのサッカー見に行った時 S 指定席を買ったんですけどあのサッカーを単純に楽しみたいならも S 指定席のもうセンターライン上ら辺の席がおすすめですねはい <laughs> そこがもう一番サッカー見やすいです、あのー、メインだとあのでもスタジアムによってあの名前の名称も違うんですけどメインスタンドだとちょっとその辺高かったりするのでバックスタンドのその辺だと まあ最初でも出せるんじゃないかなくらいのお値段だと思いますもうちょっと安い席行くなら2階とか3階とか上の方に行けばもうちょっと安くなると思いますみんちゃんの解説聞きながら見たいですということ <laughs> それはちょっと代表戦でね是非でも代表戦も結構ね夜中キックオフが多い気がするんですよこの先あの元旦はさすがに実況配信できないので なんでバックスタンドだとお安いの、まあ、メインスタンドの方がやっぱ選手との距離は近いですしなんかいいよ <laughs> そうロイヤルのもう前の方とか行くともうベンチの選手とかともめっちゃ近かったりするから近ってなるしもう声とかも超聞こえてくるしだからそういう言った意味でも,もうなんだろうその臨場感というかねこう ピッチ内の空気感をすごい。間近で味わえるってなると。やっぱちょっと値段が張るのではないのでしょうか？あ、そうですね。確かにイベントとかそのそれこそチアとかもメイン側に向けてやったりするので、そういったところもありますね。でもバックスタンドはバックスタンドでもう普通に試合見えますし、選手も最後歩いてきてくれますし。個人的にはまどこで見ても楽しいなって思います。 席によったら野球よりも距離感近いかもねそうですねだトヨスタとかのロイヤルの最前座ったことあるんですけど自腹ね自腹 <laughs> あのやばいですよ、うん、超やばい、うん、なんかもう言葉にならないよ <laughs> もうなんかこの距離よこの距離みたいなレベルで選手が通っていくんですよで声とかアップの内容とかめっちゃ聞こえるんですよ おーってなりました <laughs> 劇場より近いかな見に行ってみたくなったえ行ってみてくださいマジ1回地元のサッカークラブ見に行くのいいと思います金持ちやめて1回しか行ってないからその席 <laughs> ロイヤルはさすがに1回しか座ったことない基本は S 指定席で生きてます ボールパーソン羨ましいなちょっと憧れますよねもうさ高校生終わるからさどう頑張っても無理なんだけど <laughs> 憧れますよねなんかの試合の時にね女の子がねいたんですよ女の子がしかもその,そのポ,ジポジションというかそこのボールパーソンの子ありえないくらいボールが飛んできてもうめっちゃね、うん、やっててその子が超可愛くて顔がもうドタイプで可愛いと思って試合見ながらその子も見てた。<laughs> そうそう,そう靴は飛んでこないかなちょっとねミレイちゃんではないですから <laughs> そう試合に集中してくださいそうだからあのそういうい あのアップの近くとかだとアップ見ちゃうから試合に全然集中できないから良くない2階席もね2階席はねあのグランパスでは座ったことないんですけど代表戦で3階席になりますお見送りとかはないですけど最後はピッチを回ってねあ,のあい挨拶をしてくれます選手の皆さん。 ビールを片手にのちょっとお酒はまだ1年半飲めないのででもグランパスはお酒がすごくいっぱいあるんですよグランパスバーっていうショップがあるレベルにお酒がね熱いんですよねちょっとノンアルコールも置いてあるんですけどちょっとね一人で並ぶ勇気はあそこにないですなかなか中身はいつもレモネードを片手に飲んでみてます 明日からはレンタルしてる選手がちゃんと戻ってくるかハラハラするシーズンオフがやってまいりますということでいやもう明日からやっぱドキドキしていった方がいいんですかちょ無理なんだけど結構無理なんだけどでもレンタルバックとか結構無理い,いらしてるんですね今グランパスにも中島大果選手とか藤田選手とか内田拓也選手とか結構レンタル選手でちょバックしちゃうとかなると結構うううって感じ。 今日だいいぶ飲みましたととうこと中,坂さ中坂ファンの方にも何人かお会いしたんですけどみんなビール持ってた <laughs> ということで <laughs> あ,のありえないくらいサッカーの話しかしなくて申し訳ないんです今日サッカーの話と契約更新しかしてないんですけど <laughs> あの皆さんお付き合いいただきありがとうございましたうわさは信じないようにしてる。 <laughs> 信じないようにしたということで寒い終わりたいと思います <laughs> では終わります。 とねもう今日朝早かったから眠たい <laughs>。なんか帰りも一生マネージャーさんと喋りながら帰ってきちゃったから <laughs> 寝てないのよ全然。行きはほののさんと喋りながら <laughs>。 だからさ、行きます。ランセラスカさんハートハート社長さんとランノムトトイサギさん、アイラブユーアイラブユーオーマシャン、えーユキノケッシュランセラスカさん、ハートトトイサギさん、アイラブユーアイラブユランセラスカさん、ハートルノネコさん、ハートピースさん、ハート、えークルさん、ダルマハート、ガローさん、ハート、えーサッカーさん、ありがとうガローさん、ハート。 サッカーさんト,ートイルルルネコさん雪の結晶ピースさんハート海賊王さんハートストロベリーニャンコマカロンさんハート、えー、ピースさんハートクルマネコさんアイラブユー海賊王さん雪の結晶ピースさんハートシ白ネコさんハートピースさんハートストロベリーニャンコマカロンさんオレンジサイシルルルルンさんブラーボー えーピースさん、ハート、車猫さん、ハート、ハート、ピースさん、ハート、シ,シルルルルーさん、可愛い社長ャさん、トランの音符、シローネさん、アイラブユー、シルルルーさん、可愛いピースさん、ハート、車猫さん、ダルマ、シロー猫さん、アイラブユー、ピースさん、ハート、ハート、おケさん、アイラブユー、クルマネさん、トランの音符、怪獣さん、かコンコカカカカ、クモーナメント、クモーナメント、ピースさん、ハート、シローネさん、えー、ユキダルマ、ヌヌヌヌ、ネコさん,おん、クオ <laughs> ーナメント、おボケさん、クモーナメント、ルルルネコさん、アイラブユー、フ <laughs> えー ピーースハトセンター分け女の子さん、I love you、せお子さんたらの音符、うさぎさん、クマオーナメント、ピースさん、ハート、お花さん、ハート、うさぎさん、結婚してピ <and>、えースさん、ハート、ダンシング、アヒルさん、アヒル、うさぎさん、雪の結晶、目イドのロさん、結婚して、結婚して、結婚して、社長お子さんたらの音符、えー、おばけさん、雪の結晶。 えー、オーマシャンハート、ピースさんハート、センター分け女の子さん、ユキダルマ、えー、オーマシャンダルマ、社長チ子さんたらのオブプシルルルーさん、かわいいかわいいかわいい、ユキさんハート、ガロウさん、アイラブユー、パンダさんハート、シルルルーさん、結婚して、えー、ピースさんハート、えー、ガロウさん、アイラブユー、アイラブユー、お花さんダルマ、ピンクさんダルマ、ピースさんハート、パンダさんハート、社長子さんたらのオブプピースさんハート、 えー、おばけさんたらの音符お花さんハートピースさんハート,ーハートメイドメロンさん雪の結晶ダンシングアヒルさん雪だるまおばけさんハートピースさんハート,ーハートえー、メイドメロンさん、えー、雪の結晶マスクしてるクるみちゃんさんハートルルンネコさんクマオーナメントパリスさんハート 自転車ラスカルさん、ユキダルマ、ストルベリーニャコマカロウさん、タラの音符ムキムキマチワンちゃさん、アイラブユー、メイドメロウさん、雪だるまブブグーグーさん、ありラとうムキムキマチワンちゃさん、雪だるまブブグーグーさん、アイラブユー、ムキムキマチワンちゃさん、雪のケッ自転車ラスカルさん、アイラブユー、アイラブユー、エゴさん、ハート、ムキムキマチワンちゃさん、ダルマ、ダンシングアイヒルさん、アイラブユー、エゴさん、グッドゲーム、ニヒひさん、ハート、ハート、ハート、ト、トイセキさん、アイラブユー、エゴさん、ダルマ、んハーハーん ア ih、bon まえーイキンユスさん雪の結晶さんトゥピピピピピーピピ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 ピ

えー、ガロウさんイリンタ、イナリンサンタサンタ,イナリンタワーがたったわたわありがとうございます。ええー、そして三位の、間違えましたね、10位じゃない、シュルルルーさん、クリスマスツリータワーがたったわたわありがとうございます。ええー、そして、だ、えー、るまモッテルはシャーイさんイリンタワー、イナリンサンタタワーがたったわたわありがとうございます。 ということで今日もたくさんのギフト消えちゃったのもあって読めなかったのもたくさんあると思うんですけど今日もたくさんのギフト改めてありがとうございます今日はですねまあ、今日は今日ははい758でいきます758でいきますこの3連単狙っていきたいと思いますそれではランキング読みます今日の中美優73位はテけテけテけテん。 えー、パンダのアバターの <laughs> さんです。ありがとうございます。イーイ。ありがとう。<laughs> ありがとうございます。<laughs> では、続きまして、20位から読みます。いきます。せーの。みおたんさん、うさぎさん、ブーブーグーグーさん、ダンシングアヒルさん。 ガローさんるんるん猫さんとうウサギさんありがとうございますイエーイありがとう開票前に言わないとあそっか開票前に言えばいいのか天才現るそれ次からやるね <laughs> ということで今日の20位から10位の皆さんありがとうございますありがとうございますでは続きまして13位から読みます 十三位ええー、三ありがとうございます。カッパパ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 パ。<laughs> え十、ー、12位。ありがとうございます。メイドメロンおかえりなさいませ、ご主人様十11位。ありがとうございます。水のせりふブンブンウうさブンブン10位。三あ,ありがとうございます。みゆみゆ。フ <laughs> フミみ <laughs> 9位3ありがとうございますルル8位3ありがとうございますしうしゃーん7位3ありがとうございますうーリボンクマクマクマ6位3ありがとうございます猫耳メリークリスマスシュ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 

そして今日の一位はどこどこどどこどこどどこ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 どんデんサンですイエーイせーのネギトロヘンマチありがとうございますということで今日もたくさんの皆さん配信見ていただきありがとうございましたイエーイコメントしてくださった方星ギフト投げてくださった方もありがとうございましたえコメント さ方、星投げてくださった方もありがとうございましたということではいということで今日はあのもう本当にサッカーの話しかしてなくて申し訳ないですえ明日は明日ねあのちょっと結構なんかねまだ分かんなくて時間がドキドキ分かんクでも明日のもう夜配信の予定ではありますので朝配信はしません夜配信の予定なのでまた時間が決まったらメールとかしたいと思いますそれでは終わりたいと思います結果発表ーバン あやっぱやっぱ3が強かったですねまあいい線いってましたけども残念ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方星やギフトを投げてくださった方もありがとうございましたあそうださっきも読んだけど、えー、と4位と3位と2位と1位の方パワーありがとうございますもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォロー Twitter と Instagram のホラーメブログのチェックよろしくお願いします ちょっと今日はもう結構眠たいので、もしかしたらブログが更新できないかもしれないんですけど、さしてください。よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。今日は久しぶりに7074盛り上がりでした。すごい、めっちゃ盛り上がったろ終わります。せーの、ばいちゃーん、じゃんけんぽん、あっち向いて、ほい。今日の合言葉は、最高バイバーイ